だよ。はい。YouTube をご覧の方から、質問が届いております。はい、はい。まあ質問というかコメントなんですけども、うん、結構あるのが、このお財布についてですね。うん。お財布についてはもう50本語ったね。あ、そうですね、そうですね。うん、お財布について、事後報告っていうか、その改めて動画を見た後に、レジ打ちをしてる人結構いらっしゃって。あ、レジ打ちね。はい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 、はい。うん。で、私はレジのアルバイトをしてます。うん。お財布が汚い人、破れてる人、うん、お財布の向きが、お札の向きがちぐはぐの人は、態度が横柄、不愛想です。ありがとうと言ってくださる方はニコニコしています。人間観察ができる仕事で面白いです。という方だとか。うん、いや、もう本当にね、これは本当に当たってるんだよね。そうですよね。本当に当たってんだ。そうですよね。うん。もう財布見たら大体その人わかるよ。そうですよね。うん。もう本当財布にその人の、もう人生が集約されてるね、そこにね。もう財布イコール人生だよ、うん、財布がもうその人の人生を物語ってる。財布が人生を物語ってるね。え、ちょっともうちょっと教えてもらってもいいですか。大体財布が汚い人はもう冷蔵庫も汚いから。あ、え、そうなんですよ。もう財布と冷蔵庫は直結してるから。そうなんですよ、うん、もう財布汚い人はもう冷蔵庫も汚い、冷蔵庫汚い人は財布も汚い。あ、そうなんですよ、うん、これどういうあれなんですか。繋がってるんだよね。繋がってるんですね。いや、冷蔵庫は金運だからさ。あ、冷蔵庫は金運、うん、冷蔵庫は金運だから。財布も金運。金運。あ、そうなんですね、うん、だから冷蔵庫汚くしてる人っていうのもやっぱり機運が落ちていくからね。はい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 、うん、だから冷蔵庫汚い人は絶対財布も汚いのよ。冷蔵庫汚い人は財布も汚い、財布汚い人は冷蔵庫も汚いの。そうなんですね、うん、この無限ループが無限ループ繰り広げられてる。だからさ、このレジの人とかさ、はい、財布汚かったらさ、はい、奥さんのところの冷蔵庫も汚いですよねって聞いてあげたらいいんじゃないですか。あ、聞いてほしいですね、うん、事後報告またコメントいただきたいですね。そうですね、レジの人はぜひ聞いてほしいですよね。え、これって、うん、まあ、例えば最初、財布が汚い人だとしたら、だんだん冷蔵庫も汚くなっていくみたいな感じの。いや、二つも汚いよ。だんだんとかじゃなくても。あ、そうなんですよ、うん、しょうがないね、これはね。あ、そうなんですね、うん、だからこの財布、本当にね、そのレジ多分ね、うん、はい、なんかレジやってる人って本当にね、うん、別に興味はないけどね、お金払うから見ちゃうもんね。見ちゃうよ、見ちゃう。見ちゃうよね、はい、だから多分ね、本当に綺麗な人って少ないと思う。あ、そうなんですね。本当に汚い人が多いんじゃないのかなと思う。だって僕もやっぱりさ、ね、つい見ちゃうもんね。あ、台本見ちゃいます。前に並んじゃう。で、僕のところのさ、はい、僕の行くスーパーはさ、はい、結構お金払ってる人がなんていうの、見えやすいんだよね。あ、そうなんですね、うん、別に見たくもないけどやっぱついついこう目がいっちゃうもんね、うん、目に入っちゃうんですね。目に入っちゃうから、はい、そうするとあ、やっぱ汚いよなって思うよね。あ、それはなんか身なりとかと。そう、あと今年ね、初詣行った時もさ、はい、初詣行ってとやっぱお財布からお金出すよね。はいはいはい、そうです。汚いね。あ、そうなんですね。で、僕ね、ちょっとね、はい、やっぱり職業柄、はい、ついつい見ちゃうよね、やっぱりね。あ、でね、そうです、はい、その時にね、教えてください。結構統計見てたんだけどもね、はい、本当にお賽銭をね、うん、お金投げる人がいるんだよ。ああ、あれはがっかりするな、なんか。ああ、そうですね、うん、で大体もうこれまあ統計だけども、はい、まあ、僕が見てきた限り、まあ、財布汚い人は投げるね。ああ、そうなんですね。そう、財布だから、もうあそこは賽銭箱っていうのはさ、はい、お金を置いて滑らせるものだからさ。ああ、そうですね、うん、あ、だよ、お賽銭をするときは置いて滑らせるの。置いて滑らせないとダメだよ。え、これどういう気持ちです。いや、もう感謝だよね。あ、感謝で、ありがとうございますという感謝の気持ちだから、はい、あれをなぜお金を投げれるのか、もう七不思議だな、聞いてみたいね。なぜ七不思議、あなたはなぜお金を投げるんですかっていうのを聞いてみたいね。そしてあなたは金運いいですかっていうのも聞いてみたいね。ああ、そうですね、そうですね、うん、でその人は財布が汚いんだ。だから僕はね、それ毎年毎年ね、初詣行った時さ、うん、やっぱついつい見ちゃうけども、うんうん、ひどい時なんか何年前だ、3年か4年ぐらい前にさ、はい、僕の目の前に30人ぐらい並んでてさ、はいはいはい、もう30人俺全員統計取ったな。はい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 、僕の目の前に並んでる人30人全員投げたからね。全員投げた、全員投げた。お、びっくり、びっくりするね。そうなんですね、うん、だから一応僕が皆さんの代わりに神様に謝ったよね。あ、
だよ、ありがとうございます。その前の30人の方の。いや、彼らは知らないんですっていうね。知らない、知らないから、やっぱそういうルールをさ。そうですよね。うん。そうですね。お金は投げるものじゃないからさ。ああ、本当にそうですね。そう。だからね、お金を大切にしないから大切にしてもらえないだけであって、うんうん、あのお金たちはさ、もう多分、すごい憤りを感じるよね、投げられてね。痛いですもん。だからそういった意味では、やっぱり、ね、本当にその、お金をね、やっぱり金運がないっていう人ほど、やっぱりお金を大切にしてないからさ。うん。うん、だからそういった意味ではね、そのよくお金を投げれるなと思うし、はいはい、あとね、財布ってのはお金の家なんだから、はい、その家をさ、なぜそんな汚い風にしてるのか、うん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 、だから財布は汚いし、メタボだし、領収書のレシートは入りまくってるし、ね、お札は揃ってないし、ぐちゃぐちゃだし、はいはい、そうですね、もう端っこ切れてるし、もうそれ10年ものですかみたいなさ、はい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 、これはちょっとやばいよね、そうですね、うん、だから根本的に見直していかないと、まあ、それでね、金運良くしたいとか言われてもね、はい、それでね、お守りとか入れられたって意味がないからね。あります、あの神社に行くとなんかおみくじのところに金のなんか小物みたいなのついてて、うん、ついてるね、はい、うん、あれを財布にそんな状態の中入れられてもね、はいはいはい、全く効力は発揮しない、ね、マイナスのエネルギーが強すぎるんですよ、もうだからもうああいったお守りとかああいったものっていうのは、はい、やっぱりプラスのエネルギーがあるところでしか効力を発揮しないよね。なるほど、もうすでにその場が、例えばお財布がマイナスだったら力が出てこないんですよ、うん、出てこない、出しようがない、だってもうマイナスなんだもん。そうなんですね。ああそうなんですね。そうだからああいったものっていうのはさ、うん、やっぱりもうプラスのものを、プラスの財布にね、そういったものを入れるから効力が発揮するんだって、マイナスのところに入れたってさ難しいよね。ああそうなんですね、うん、あちょっとそれ大切ですね。いやだからとりあえずもう何でもね、いや別にいいんですよ、そんなルールはないからね、うんうん、そんな法律じゃないからさ、うん、はい、何年以上使っちゃいけないとかもないしさ、はいはいはい、だからそのね、はい、そのね、その汚いやつにね、自分が気に入って味があると思っていらっしゃるのであればそれはいいわけだよ別に、あ気に入ってる、特別に気に入ってる、うん、はい、もうボロボロで破れててもうすげえ汚いけど、はいはい、俺にとってはもうこれが最高なんだと思えば、世界一かっこいいと、ね、もしかしたらさ、ね、うん、それがね、お父さんからね、うん、亡くなったお父さんお母さんからもらった形見とかさ、はいはいはい、ね、その人にしかわからないいろいろあるからさ、そうです、一概には言えないけどもさ、本当に大切にされてると思います、その人は。うん、だからそれは一概には言えないけども、でもやっぱりこう見てくれがねちょっと汚い人もやっぱり、だってレジ見せたってさ本当に汚い人いっぱいいるからね、いますね、うん、本当財布変えた方がいいですよって言いたくなるから、ね、ああ、だいぶ職業柄、うん、だから財布汚い人は身なりも汚いから、ああそうなんですね、財布汚い人は身なりも汚いし髪型も汚いし、はいはいはい、靴も汚いし、カバンも汚いし、何もかも汚いし、家見たら家も汚いし、はいはいはい、冷蔵庫ももちろん、そうだからもう財布が全てを物語ってる、へー、あそうなんですね、うん、じゃあまず整えるべきっていうのは財布整えてほしいですね、うん、だってもうその身なりしっかりしてて綺麗で美意識持ってる人が財布汚いとかないもん、うん、あそう思います、うん、そう思います。でも財布が綺麗な財布使ってたらもうそれはもうやっぱこだわりがあるわけだからね、うん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 、でもその財布がその人を物語ってるよね。そうですね、うん、絶対それまず財布をお気に入りの綺麗なものに、いや綺麗なものに変えてほしいよね、はい、だって綺麗なのってさ新しい財布なんかテンション上がるじゃん、テンション上がりますねえ、はい、だからそういった意味ではさ、はい、まあ僕はねその毎年っていうのを提唱してるけど別にね毎年やんなきゃいけないなんてルールはないから、ただ僕が好きでやってるだけだから、うん、はい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 、うん、でも僕の市場の中では毎月と財布取り替える人もいるからね、いやすごいっすねそれ、うん、でもこのチャンネル見てる方はやっぱりその財布の賞味期限1年っていうのは結構守ってる方多いと思います、うんうん、でもまあねブランド物で1年だとね、うん、結構まだまだ使えるし、そうですね、うん、だからね高いの買ってこれどうしてって処分するんですかって言われるけど、やっぱりそれは別にね転売したっていいわけだし、うん、1年だったらまだ高く売れるからね、ブランド物の高いものだったらね、綺麗です綺麗です、うん、だけど買うのはやめてねっていう、売るのはいいけど買うのはやめてね、はいはい、中古品ですねブランドの中古品、人の財布とかも絶対買えないよね、うんうん、だって誰が使ってたか分かんないのにさ、うん、そうですね、その人が使ってたねその金をそのまま自分を引き継ぐからね、そうですね、うん、あそういうことか、そう、そっか、その前の使ってた人の金運をそのまま引き継いじゃうんですね、そうだよそのまま引き継ぐんだよ、じゃあもともと自分の金運が10だとしたら、うん、その前の財布の持ち主が5だとしたら、うん、だってもう自己破産した人かもしれないし、かもしれないですね、かもしれないです、質に入れた品とかだったらそうですよね、そうだよ、だからもし自己破産したらどうすんの、そうですね、もう自己破産っていうエネルギーが入った財布だよ、うわそれは恐ろしいですね、だからもう買うね中古で買うときもちゃんと聞かなきゃダメだよ、
自己破産してます。いやいや、これはどんな方が使ってたんですか、この方、この人は年収いくらですかって。はいはいはい、はい、だからメルカリとかでもよく売ってるけどさ、はい、やっぱ質問欄に書かないと、あなたの年収はいくらだったんですか。ああ、そうですね、うん、ちなみに太陽、これいい人だったらどうです。あ、だから僕もさ、よくね、はい、財布くださいとか言われるし、はい、僕の師匠財布あげてるよ、いつも。あ、そうなんですね。いつもあげてるね。あ、その1ヶ月で買い替える方。あ、そう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 。あ、そうなんですね。うん。あ、でもそれは嬉しいと思う。まあまあ、それはね、お蝶夫人だけどもね。あ、お蝶夫人。お蝶夫人は毎月財布取り替えてるからね。お蝶夫人といえば、お蝶夫人から熊でいただいたんですね。うん、そうそうそう。めちゃくちゃ高いらしいよ、これ。そうなんです。そう、なんか中にいっぱい入ってて、なんかめっちゃ高いらしいです。お蝶夫人、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。まあ、お蝶夫人の YouTube、僕の師匠ね、はい、あの YouTube チャンネルやってるんで、ぜひ、はい、YouTube チャンネル覗いてみてほしいですけどもね。あ、絶対見てほしいですね。うん、まあ、だからそういった意味では、本当にその財布をきれいにするっていうのは、もう絶対的にしてほしいね。だから僕はもう年末に買いましょうって言ってるけども、年も明けちゃったけども、はい、まあ、別にいつでもいいんですよ。はいはいはい、今古いなと思ってるんだったら。もういつでもいい、本当にいつでもいいから、もうやっぱりね、今の財布見て汚いなと思ったら、やっぱり財布っていうのはお金の家だから、うん、やっぱりそこにまたお金がね、そこにまた帰りたいと思ってもらえるような、やっぱ綺麗な家にしとかなきゃいけないから、そういった意味でそのね、そのルールからやっぱ逸脱しちゃってる方っていうのは、やっぱりどうしても、お金が返ってきたくないと思う。見たら分かるじゃん、この財布に。自分がもしお金だったらこの家に帰りたいのかって。そうですね、分かります分かります、うん、そしたらやっぱりね、はい、新しいのを買われた方がいいんじゃないのかな。そうですね、と思いますね。新しいお財布買ってほしいですね。そう、うん、ぜひロケットスタートするために新しいお財布からチェンジしていきましょう。うん、まあ僕は高い財布って言ってるけどさ、はい、まあ別にいいですよ、いくらだって。はい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 。今使ってるその汚いやつよりはね、はい、やっぱり新しいのっていうのはいいから、そのとりあえず気に入った新しいものにチェンジして、そうそう、でだんだん見つけていって、そこでやっぱりリセットしてほしいね。あ、そうですね、うん、リセット。だって財布は全てを表すんですもんね。そう、財布がその人を全て表すから、ね、はい、うん、そうですね。ありがとうございます。はい、ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。コメント、チャンネル登録、いいねボタン、高評価ボタン、なんでかけてくれるんですか。練習と違うじゃないですか。なんでなんだ、なんでだ。登録してね、よろしくお願いします。YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは様々な開運情報や、はい、どうしたら人はね、運気が上がってくるのかってことに特化して、いろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録、ここ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 一周回っちゃってるよこれ何周回るんですかということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。また